横須賀目線。このカイロスってギリシャ神話の、ね、神様ですけれども、時を刻むということとチャンスをつかめということでね、明日無事つかんでくれたらいいなと思いますけれども、はい、この人工衛星って今いろんな目的のいろんなタイプが打ち上がってるんですが、これでいろいろ私たちの暮らしも豊かになっていくんだなということが調べてみると改めて分かりました。でさらにですね、安全保障の面でも使われることが分かってるんですね。こちらです。はい、実はですね、宇宙空間ではすごく今緊張関係がありまして、どんな衛星が飛んでるかといいますと、日中主にですね、見られる要はカメラで撮る光学衛星、それからお天気が悪い時とか夜間でもですね、電磁波を飛ばして映すレーダー衛星などを使って、日本もこれ10機体制で打ち上げて空からリアルタイムで把握しましょうと。この目的、きっかけはやはりこちらなんですよね。1998年の北朝鮮の弾道ミサイル、この発射を契機にということで、だんだんとこの安全保障環境というのは厳しくなってきてはいるんです。なのでこれ結局情報収集衛星と言うんですけれども、世界では実質偵察衛星、スパイ衛星とも言われているものですよね。もう世界はですね、今こちらの競争をやってます。どの国もいかに解像度を上げていくかということで、少しきな臭い面もあるんですけれども、この解像度を上げることで私たちの暮らしもより豊かになって安全になっていくという側面もあるんですね。その一つがこちらです。災害ですね。今年1月の能登半島の地震の時に、こうして空からですね、隆起のことが分かりますと、あ、大型の船は接岸できないなと、じゃあ小型船を出して救助物資などを陸揚げしようとか、土砂災害とか道路の状況、陥没とかも分かりますと、警戒作業ですよね、修復作業をどうやってどのぐらいの重機が必要なのか、これをきちんと把握することができるということなんですよね。でこれわざと国が出している情報って解像度荒くしてるんですよね。でどのぐらいもうバッチリそのまま出してしまったら、いろんな国に自分たちがどのぐらいの技術を持ってるか分かってしまうので、こういう荒い状態だということです。でこれをもう10センチ単位で各国競争している状況なんですが、その技術革新のおかげでこういうこともあるんです。はい、この日本の気象衛星も進化しています。これひまわりと、ね、親しまれてますけれども、7号これ2006年の時はまだモノクロなんです。で30分に1回の観測でした。それがひまわり9号になりますと解像度2倍になるんですよね。で日本の領域は2分半で可能ということで、10分に1回観測ができて、結局この技術の発達がやはり各国に役に立ってるんです。でアジア太平洋地域ですね、皆さんロケットを打ち上げる技術そのものがないので、日本はロケット打ち上げる技術も持ってますし、衛星の技術も持ってるんで、各国さんアンテナさえ持ってくれればこのデータ受信して構いませんよと。でそれは何に役に立つかって言ったら、やはり特に南アジア地域などは洪水などに苦しんでますよね。そうしたもう精度の高い気象情報を各国が入手することができて、それこに日本が大きく貢献しているということなんですよね。まさに今回その民間が打ち上げるってところで、本当に大きなスタートということになりますよね。で私たちの生活をどうですね、この衛星たちが支えてくれているのかと言いますと、こちらです。より美味しく、より便利に、より安心にと。どういうことかと、そうなんです、言いますと、衛星が下支えをしてくれてるんですね。こうやって測位衛星、位置を把握するとか、さっきご紹介した観測衛星とかで通信ね、日頃スマホとか私たちも使ってますけれども、美味しくの部分は遠洋漁業なので、お魚の位置などを確認することができます。これ水温をですね、こういう衛星で把握することができるんです。で今気象荒くなったり、黒潮の大蛇行と言われてですね、お魚の取れる地域も変わってきてるんですが、こういう衛星技術を使ってどこでお魚が取れるのか、それから乱獲防止にもつながっていくということなんですよね。それから牛、これ畜産部門ですけども、元気よく餌を食べているかどうかなども衛星で把握する。宇宙から、そうからですか。そうなんです。これが解像度高くなったりすると、こういうのもきっちり把握できますよと。で同じように農業も収穫時期、
きちんと育ってるかなと、で適切な時期が分かれば適切なですね、塩分とか養分とかそれからお水なども与えることができますし収穫期も分かると。でここですよね、まあ、人口減少なども進みますから測位衛星の精度が上がるとより正確になって無人運転の走行も可能になるし医療にも役立つと、感染症の広がり予測もできますよということなんですよね。本当に私たちの生活を支えてくれているのが衛星ということになりますけれども、これもちろん串本の町中心に和歌山こうですよね、過疎の町がですねロケットの町、企業浄化町になってこの新たな雇用を生み出す効果とか観光の一大拠点になる可能性もありますよということなんですが、産業の拠点になる可能性もありますよね。エンジニアさんが住んで、それから住宅開発とかインフラ開発も進んで町の人の新たな雇用も増えて、ここ高専とか技術、このエンジニアを育てる学校も来るといいですよね。なのでこちらやっぱりロケットの上昇で町の上昇も期待したいです。うまい。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。